今回は99話あのキャラ再登場で早速トレンド入り次回が楽しみすぎる、に対する読者の反応集を紹介します。ひろふみー。吉田脊髄剣とかされたら俺は辛い耐えられない。吉田出てきただけで面白い。ひろ。お前なんで出てきたひろふみ。ひろふみ再登場超嬉しすぎる。でも再登場すんなボケ。ひろふみお前出てくんなよ。死んじゃうだろ。人気キャラが再登場したら嬉しさより心配が勝る謎の漫画チェンソーマン。ひろふみ生きとったんかわれ。ひろくん早速出てきてびっくりだよ。顔がいい。ああ顔がいい。顔がいい。ひろくん。ちょっと誰よこの女？吉田死なないで頼む。実中ハック処女なのに男慣れムーブさせられる朝ちゃんかわい、かわいそう。男でもドキッとした。なんなんだこの男の色気。これはあれだな。記念すべき100話で主人公登場のパターンだな。再登場したということは死の危険性があるということです。つまり田中先生は三鷹ちゃんに惚れてたのは確定なわけだ。電磁がおとなしく正体を隠している？学校で？いや、これはボタンがひろふみのものだったということでは。なんで戦争なのに恋と関係した能力なんだろう。恋は戦争だからな。我々はこの女を殴ってそうな男を知っている。この唇の下のほくろを知っている。わ？私がひろふみの女なんだが？誰よこの傷跡女は？デビルハンターブって何するんですかね？さすがに死なないよね？これひろふみ絶対感づいただろ。戦争の悪魔さん適当すぎねえ。デビルハンターブ人気なんだな入りたいか？あとチェンソーマンって結構頻繁に出没してるんだね。この部活入る前死ぬ可能性あるんですけど。民間でデビルハンターやってたのにデビルハンター部に入る理由ってなんだ。少女漫画のイケメン枠とか言われてて草生えた。殴られてー。吉田脊椎剣されるのだけは勘弁してくれよ。イケメンとマシマシじゃねえか。そして自分に惚れた相手を武器にするとかろくでもなさすぎる。ここからクラマルートに進むか両面スクナルートに進むか。両面スクナ並みに許されないことたくさんするけど、クラマぐらい憎めない相棒枠みたいなすげえバランスのキャラになる予感がしてる。パワーちゃんのさらに距離近い版みたいな。戦争の悪魔と三鷹ちゃんがエモエモの相棒関係になっても美味しいし、スクナみたいにバチバチの敵対路線もいいと思う。デビルハンター部入部試験にあの人数集まるあたり結構人気なんだな。その辺もチェンソーマンの影響だったりすんのかな。ピアスの数やば。ちょっと影ができて余計メンヘラに愛されてそうな感じが出てて草。三鷹戦争の悪魔、傷がイケてる顔がいい女、吉田博文、くっそ顔がいい男。助けてチェンソーマン、顔面偏差値の暴力で撲殺される。ラストページの金髪っぽい女子どっかで見たような、気のせい。最後の駒の娘と草壁さん似てる？博文には大かっさらわれてるけど、最後草壁に似てる女の子出てきたな血縁者とか？絶対魔人だって気づかれてる。あとあの傷跡が魔人の顔に出る特徴扱いなんだな。電磁くん一部の銃の悪魔ポジみたいになってない？電磁くんはデビルハンター部なんて真面目なのやらずに英検の幽霊部員でお菓子ばっか食ってるイメージなんだ。じゃあなんで前回田中脊髄剣ごと爆破したんすか？まだ使えたでしょ。そりゃ委員長にハッピーエンドをプレゼントしてあげるためよ。支配の悪魔でもないのに、実質支配してから武器にするのずるじゃん。支配するのが条件ってことじゃねえかな。結果と肯定的な。自分の支配下に置いた奴を操るのが支配の悪魔でしょ？死体でも部下でも、マキマみたいにどんどん契約悪魔拡張とかできんのかはわからんし、武器は生物だから保存効くのか知らんけど、もろもろどういう判定になるんだろうね。むしろ今回読むまでノールールで武器にできると思ってたわ。ああ、支配の悪魔が自分の隠し手だと思ったものを支配できたように戦争の悪魔は自分のものを武器にできるのか？推定ラスボス候補にしては思ったよりフレンドリーというか、人間味あるな戦争の悪魔ちゃん。これじゃあ田中先生が三鷹ちゃんがチコイゼイってことになってただのクズになるじゃん。もともと女子生徒に手を出してる奴がクズじゃないわけないだろ。田中先生は生徒思いなのはガチっぽい。輪に入れない三鷹のことを教師としても心配してた部分もあるだろう。それはそれとして三鷹ちゃん食べたかったのもガチ。戦争だから支配っぽいのもなんか納得。メガネの娘が微塵も生き残れる気がしないのですがそれは。うわぁ、顔がいい。なんか朝ちゃんあれだな、ポチタと電磁のコンビの逆というか。真面目な話こっちが普通でポチタ電磁が例外なんだろうなって。ひろふみ転校してきたばっかりらしいし、多分岸辺隊長が電磁のために送り込んでるよね。過保護。先週のはちゃめちゃさが嘘みたいにまともに話が進んでいく、田中脊髄剣って何だったんだ。ひろふみから米津剣士味を感じる。
戦争ちゃんに惚れてあれーとか言いながら武器にされるデンジの姿が目に浮かぶ。デンジ君武器化しちゃいそうだな。デンジ脊髄剣は生き返りそう。でもチェンソーって武器だよね。本来の真っ当な用途なのでは？朝めちゃくちゃ可愛くない？たつき先生こんな真っ当に可愛い女の子かけたのか。顔に傷が浮かび上がると人格が表変ってわかりやすい変身マークだな。ひろふみ女の告白断り慣れてる感すごい。ダメだ、この漫画見てたらミタカちゃん好きになっちまう。俺は一話の時点で好きだったぞ。カップルに死ねとか内心がなってる時点で。デンジじらすな。ダメ、多分チェンソーでスカッとさせてくれ。四騎士だっけ？はみんな能力同じような条件なんかな。このデビルハンター部で朝ちゃん戦争の悪魔が、もし部長とかになったりとかしたら自分のもの判定で全員武器化できそう。武器にするのに割とめんどくさい条件あるんだな。ミタカちゃんは男落としまくらなきゃならないのか。ミタカちゃんに惚れたデンジ君が、な、どんどん武器になってくよ。ってなる未来が見える。お前も未来最高と叫びなさい。そういや未来の悪魔は今回も登場して誰かとろくでもない契約してエンジョイしそう。あいつ絶対マキマさん生姜焼きまで呼んでて楽しんでたろ。ひろふみってほんの数はスポット参戦したキャラなのにどうしてこんな印象に残ってるんだ。委員長と寝てた田中が脊髄剣されたんだから、女殴ってる吉田が脊髄剣されてもしょうがねえよな。これから毎週、次でひろふみ死ぬかも。って思い続けながら生きていかなくちゃならないのか。ひろふみが登場して嬉しい気持ちと死ぬ可能性が高くなるのが怖い気持ち、心が二つある。デンジが再登場するときレゼとサムライソードも、一緒に出てこねえかな。レゼが彼女になっててサムライソードが悪態つきながらも相棒枠になってたりしてもおかしくない。クアンシはしれっと岸辺隊長がかくまってそう。しばらくデンジは噂だけ出てくる状態が続きそうかな。ひろふみ絶妙にいい感じに成長した感あるな。落ち着いてる。デンジがマジでいるなら面識あるし、ひろふみはサポートで転校してきたのかな。デンジ今回も出なかったか。満を持して登場した時モテるためにパーマとか当てててくるくるになってたら変な笑いが出るかもしれん。デンジ君が出てくる時を心待ちにしてる。